明るすぎとかないか、軽くないか、もともとすごい暗いんですけど、なんか明かりを一番明るいやつにして配信してるんですけど、なんかそれが自分の画面だけなのかファンの方のも一緒になってるのかちょっと分かんなくて、一応私のやつは一番明るいやつにしてるんですけど大丈夫、充電ピッ、エフェクトかかってないんですよ。でもなんか一番部屋で明るいところなんですここが。ひろたんさん、ハートありがとうございます。なんかうわこれかわいい、使おう。なんかすごく、あこれなんか私こんな服普段着ないんですけど、あのアキさんにもらってきます、着てます。洋服がおしゃれになってきた。今までダサいみたいにちょっと言わないで、ファンの方からねあのもらった T シャツを毎日着たり、あとでも何着てたかな、本当にでもいただいた T シャツとかばかり着てる。福岡のヒロさん、ハートありがとうございます。いつもはね着ないんですけど、ね、なんかアキさんにいただいて着てみました。昨日もアキさんのお下がりだったよね。普段はやっぱ T シャツの方が多いです。しおさん、ハートありがとうございます。おしゃれは興味ないことはなくて、あむしろめちゃくちゃ興味深あるんですけど、なんか多分なんかそんなにそれをこう前面に押し出していきたいわけではないっていうか、なんか、うん、秋服はやっぱ可愛いですもんね。こだわりとかはないです、服の。とにかくなんか、あでもあるのかこだわり、あんまりなんかミニスカとか短パンとかは履かないかな。これは箱をちゃんとしてるのかな、高くしてみる、どう、どうですか。今段ボールみたいな箱、ちっちゃい箱が3個積み重なった状態、結構すぐ倒れるかな。あどう、いい感じじゃないですか。何色の服が多いですか。あ、白と黒と、なんか ジーンズ系が多いです。あ、ちょっと待って、アイテム全然怖いな、結構危ないな、固定したいね。なんかそういう箱買おうかな、怖いもんね結構。つかちゃん、ハートありがとうございます。お松さん、ハートありがとうございます。シカゴのたくちゃんさん、ハートありがとうございます。ハートじゃない、かわいい、ありがとうございます。ポテちゃんさん、ハートありがとうございます。なるちゃん、だるまありがとうございます。うっちんさん、クリありがとうございます。しおさん、ハートありがとうございます。福岡のひろさん、ハートありがとうございます。あ、お松さん、くまありがとうございます。ありがとうございます。とももさん、ハートありがとうございます。りょうさん、ハートありがとうございます。元気さん、星ありがとうございます。ありがとうみんな。セットアップ男子になろうかなと思ってるんだけどどうかな。え、めっちゃいいと思いますよ。セットアップが似合う、こう女性の方も男性の方もめっちゃ羨ましいです。
iPad の三脚買えば、なんかこう高くできる三脚ですよね。なんかマジで本当そろそろ買えようって感じなんですけど、私なんか持ってるからいいやってなっちゃって、家にあるものでどうにかこの高さにできちゃうから新しいやつ買わなくてもいいやって、こうなんかこの三脚だけじゃなくて全部そういう気持ちになっちゃうんですよね。肩に何か貼ってる？貼ってない。あ、これかな、これ。あ、これは見えてもいい、見えるよ、見えてもいい、あの服です。今日月見バーガーデビューした。おお、どうでしたか月見バーガー。お松さんハートありがとうございます。かえちゃん笑ありがとうございます。あ、高さいい感じじゃない。でもちょっとでもふーってやったら倒れそうだ、怖いですね。じゃ今姿勢いいわ、すごいすいません。下座布団敷いてますか。下座布団敷いてます。え、明日中川家さんのラジオにかまいたちさんが出る、マジか。お松さんハートありがとうございます。ハート500個ありがとうございます。いつもお風呂入る前おでこ出ししてないですよ。昨日はなんかすごいたまたまお風呂入る前にやっただけで、もうそのまま何もせず無心で入ります。お風呂は。こんばんは、お風呂入ってきます。あ、いってらっしゃい。どんな時にショールームしようと思いますか。すごい誰とも話さなかった日とか、そうですね、みんな元気かなって時とか、前はそうだったんですけども最近は結構何もない日が増えてるから、それこそメイクしてショールームするっていうのが自分の一日の中に予定が入ると、こうなんか一個仕事ではないんですけど、なんか HKT のことに関わってる、こうなんかアイドルをしてる時間みたいな感じでなんか生きてる感じがしますね。見てください。え、おお、なるほどね。え、なんかどうやってやったらいいの。ちょっと待って、これだけ、あ、ちょっと、これ、え？全然見えないじゃん。でも私がこう見てもあんま、どうしたらいいんだ。これなんかあの隅っこ暮らしの光るやつです。かわいい。夜に電気消してこれやります。え、なんかオンオフの
電池が硬い。すみっこ暮らし。ガチャガチャ。あ、今日の新人コップを紹介します。じゃあ、星の王子様です。以上です。あの、アイリとひじりがタンプレでくれたコップです。じゃらー、めっちゃかわいい。中もかわいい。最強セットです。ちなみに今日使ってたコップはこれです。差が激しいのよ。これみんなやります、プチプチって。頑張れよ新人。わけわかんないこと、わかんないことあったら何でも聞けよ、何でも聞けよ。はい、よろしくお願いします。何やってんのマジで。二十歳なんだけど信じられねー。はやさん、ハートありがとうございます。昨日よりもだいぶ乾燥してきた。これぐらいがでも結構まだこれとか結構合ってんのかな、やり方が。これはなんかプレゼントとかのにちょっとこうそんな添えたりする感じで使えるらしい。はやさん、ハートありがとうございます。ポプリ、ポプリ、どうしよう。メイク崩れてるね。今日は何時までですか？8時半から始めたから8時半、1時間くらいなんか大体できたらいいかなって思ってるので、でそれでなんかいつも1時間半とかになっちゃうから、まあ1時間を目安に皆さんがなんかいつも時間やでって言ってくれます。リンリンさん、ハートありがとうございます。今日お昼寝してないです。なんかリップがめっちゃ中途半端で面白かった。ずっとこれでやってもめっちゃ恥ずかしいです。今日はめっちゃ朝12時くらい、昼かに前髪をセットしたんですけども落ちてますね。ハイホッケーマンさん、ハートありがとうございます。まつげって傷まないの？私も傷まないのかなって思うんですけど、傷まないのかな、分かんない。でもめっちゃこんなになんかこうやってギューってされて、夜もなんか洗顔とかこうメイク落としとかで落とすのって多分めちゃくちゃ痛みますよね。髪じゃなくて
まつげなんか抜けたら生えてこないって聞いて、なんかバトンの、あ、解放ケンマンさんハートありがとうございます。なんかバトンの先生がなんか昔目にバトンが当たった時に目を怪我して、その時にまつげがめっちゃ抜けて、で今私まつげ全然ないんだよねって言ってて、でも抜けても生えてくるよって言ってる人もいるから、なんでだろうって。でもその先生はバトンが当たっても怪我してるから、それでかなって思います。普通にこう自分でこうやって抜いた分は生えてくるんだろうけど、怪我してこうずっと眼帯とかわかんないけどしてると場合によっては生えてこない場合もあって、先生もこっちの目だけ全然間違えない。ショーキーさんハートありがとうございます。ま、下はジーパンですか。下は今日はスカートです。はい、どっこらせコーヒーさん合ってるかな。星ありがとうございます。合ってますか、読み方ちょっと間違えてたら教えてください。お家に帰ってきたら部屋着に着替えるタイプですか。お家にいるときはずっとパジャマです。あのなんか配信するときになんかちょっと着替えようかなとかはあるんですけど、今日はさっきコンビニに行ってて、なんかそのまま今配信してるんですけど、でもなんかずっと家にいた時はそのパジャマでやっちゃったり、なんか配信するから上だけ着替えようとかはあったりするんですけど、公園から帰って、あ、でも公園から帰ってきたらそのままお風呂行くからあれなんですけど、なんかちょっと午前中になんかあって帰ってきたら着替えるかな。でもなんかショールームの時に着替えた服にもう一回着替えることとかはあるからあります。とか普通に着替えない時もある。めんどくさくて。伊豆氏さんハートありがとうございます。パジャマでコンビニは行かないですね。上はパジャマっていうかスウェットで行くんですけど、下はある程度なんかズボン履いちゃんとしたズボン履いたりしますかね。花江さん、あ、もうなんかあの顔お文字アイテムかと思っちゃう。はい、伊豆氏さんハートありがとうございます。こんばんは。コンビニで何のコーナーが好きですか。コンビニはよく買うのはスイーツとかブリトーを買います。でも最近本当に昨日もなんか同じ話しちゃったかも。肉まんをめっちゃ買う最近は。お松さんだるまありがとうございます。公園でおでこは出さないんじゃないかな。だるま100個ありがとうございます。しおさんハートありがとうございます。支度準備は早い方、支度時間は早い方ですか。支度は早いと思います。結構なんかあの明日こう例えば明日仕事で東京に行きますっていう時はこうなんか言われた時なんか前日にこう準備したりするんですけど、ギリギリまで使うものとかあるじゃないですか。そういうのを抜いたら結構早く終わるんですけど、朝起きてこうちょっとこう顔化粧水とか使ってこう入れたりするだけのにできるようにしたりします。時間は結構早いと思います。なんかパパパパパって
あんまりこうなんか必要のないものは持っていかないかなって感じ。なんかこう遊びに行くことはないじゃないですか。こうなんか例えば前だったら東京1週間とかがあったらこうたくさん服をとりあえず何でもいいから服持ってってなんかやったりしてたんですけど、今は本当に行くとしても日帰りとか一泊が多いじゃないですか大体。だからそれだったら本当にキャリーで行かなくてもいいかなくらいの感じ。正気さん、だるまありがとうございます。しおさん、ハート500ありがとうございます。朝のルーティーンありますか。あ、ともちさん、ハートありがとうございます。朝のルーティーンは起きて、今日は起きてストレッチして、で二度寝してで起きてまたストレッチして、でヨーグルトを食べてメイクしてしたかな。でもあ、その歯磨きとか洗顔っていうか顔洗ったりはします。ビョンジュさん、ハートありがとうございます。最近ムカついたことありますか。ムカついたことは、ムカついたことはあるんだろうけど、特になんかすっごく大きな音とかがめっちゃ嫌いというか苦手で。リキヤさん、ハートありがとうございます。大きな音がめっちゃ苦手なので、こうなんだろうな、コンビニとか行こうとした時にこうバイクが横を通り過ぎるときに、バイクの音ってなんかあれってなんか平均よりも大きく出せますよね絶対。なんかあのめっちゃなんか音でかくして走る人いませんか。ああいうのめっちゃびっくりしちゃいます。ムカつくではないか別に。はい、プリン派ヨーグルト派、ヨーグルトかな。ひろたんさん、星ありがとうございます。かえちゃん怒ったらどうなるの。うーん、でも友達とかから言われるのは本当に静かになるって言われます。なんか本当に直さないといけないなって思うんですけど、めちゃくちゃこう誰とも喋りたくなくなってしまって、自分の中で解決 したくなるし気持ちをなんか落ち着かせたくなってしまって、そのなんか人に怒ることはあんまりないんですけど、なんかそういう環境とかこうなんかストレスに感じる音とかそういうものからも逃げたくなって、音楽をとにかく必死に聴いたりしますね。そうですね。でもなんかもともとあんまりなんか人に甘えたりしない タイプっていうのおかしいですけど、自分で言うのは。私なんかすごくなんか愛を伝えたりするのとかめっちゃ苦手で、なんかこう喋れる人に喋れる人喋りやすい人とかすごい慣れた人にはもうなんか無駄に話さないというか、そういうなんか二人で行っても全然会話しない人とかも結構いるんですけど、それでめっちゃなんか怒ってるって勘違いされやすいタイプなんだなって思います。自分が返事とかも優しい人いるじゃないですか。でもこう自分の中では全然何の感情もなしにうんとか、あいいよとか言っちゃうんですけど、それがなんか多分ね、こうなんか人によってはえなんでってこう
びっくりマークついてないタイプの運っていう返事は人によって、え、なんで怒ってんのってなるじゃないですか。それを結構めちゃくちゃ公開されやすいし、目がとにかくもう睨んでるように見えてしまうみたいで、それでめっちゃ言われますね、ちっちゃい時から。あ、お松さんハートありがとうございます。でもめっちゃその直すようになったんですよ、自分の中で。で本当にそれが伝わる人というか、それが伝わる人って大体の中じゃないですか。そういう中の人だったらあんまりこう今まで通りやっぱり接してしまうんですけども、でもなんかあんまりこう慣れてない方とか、あんまりお話ししたことない方とか、こうなんかそんなに喋ったことない同級生とかには笑顔で接するようにめっちゃ心がけてました、高校生の時は。誰もがこう同じ態度でいいわけではないっていう感じです。ああ、わかんない、もう日本語難しい。おまつさんハートありがとうございます。人見知りですか？めっちゃ人見知りですね。めっちゃなのかな。でもなんか昔はこう遊園地とか行くたびに友達ができてて、なんか隣の席だ、隣のこうなんか乗り物の隣の席にたまたまなった女の子とずっと喋ったりとか、なんかそういうのがあったんですけど、小学校の帰りに今日丸々ちゃんがねみたいな話をずっとしてたみたいなのはお母さんからよく聞くし、自分でも覚えてるんですけど、中学生くらいになってからもう全然話さなくなりました、そういう友達とか。そういう、あ、うん、待ち時間とか隣の乗り物になった子とか全然喋んないです。はいはいはいっていうの。今ではなんでこんなに人見知りになってしまったの、なんでですかね、わかんないけど。でもなんか何回も何回も傷つくことによって、なんか人と接するのって変わってきますよね。多分ちっちゃい時から大人になるまであんまりこう変わらない人って、こういろんな経験をして、その中でそうやって過ごしていてるのか、あんまり何も経験せずに過ごしていてるのか、どっちかなのかなって思います。和夫さんハートありがとうございます。台風は今は大丈夫かな。こんばんは。仲のいい友達と連絡しましたか？してます。仲のいい友達はもう結構ずっとしてます。福岡めっちゃ今日暑かったですよ。福岡の皆さん暑かったですよね暑いですよね。コレクションしてるものありますか？してみたいんですけどね、特にはないかな。でもガチャガチャのグッズだけどんどん溜まっていってるかな。なんかでもガチャガチャもなんか使いようがあるもの、こうなんか置物とかじゃなくてポーチとかが最近ガチャガチャ多くて、そういうのを回すようにしたいから、そういうのがどんどん増えていくかな。唐揚げさんハートありがとうございます。いつも場所違う、いつも、あ、今日は最近はずっとここでやってますよ。
部屋着って何回着たら洗って洗う？洗うタイミングわかんない。え、部屋着は毎回違う。うん。うん、毎日違うかな。うん。パジャマとかだと、こう冬のパジャマとかだと結構2日でも2日かくらいは着るけど、なんか結局腹筋とかこうストレッチとかすると冬でも多少の汗かくし、それがもう嫌じゃないですか、その服で寝るのは。だから毎日違うかな。なんかあの何のキャラクターが好きっていうの今まで答えられてなかったんですけど、あの自分が好きなのはもうジブリだって思います。パジャマとジャージどっちが着やすいですか？どっちの良さもありますよね。でもパジャマ全く持ってなくて、そのファンの方やファンの方とか、なんかメンバーリナチとかイオリがタンプレでくれたあのパジャマは持ってるんですけど、でもそのなんだそれ以外自分でパジャマを買ったことがなくて、で買ったことがないです。ジブリの中だとそのなんかジブリの中で好きな映画は「千と千尋の神隠し」なんですけど、なんかキャラ好きなキャラクターってなると、千尋も好きなんですけど、キキとか、そうだな、みんな好きですね。みんな好き。グッズとかってなるとやっぱアリエッティとかがこうなんかお洋服とかなんかわかんないけどさ、ポーチとかにいると可愛いと思いますよね。でもなんか千尋もめっちゃ可愛いし、最近はもうめっちゃジブリのグッズ調べてまいりますね。あ、演歌コリンさん、だるまありがとうございます。ジブリで出てくるご飯で食べてみたいの、めっちゃありますよ。あの一番食べたいのはハウルのパンなんですけど、あれはなんかでも結構作ってる方多いですよね。 YouTube とかでめっちゃ見ちゃいます。りょうさんクリありがとうございます。あとはあの白のおにぎり、あれはなんか自分でおにぎりを大きいおにぎりを3つ作るのもいいと思うんですけど、白が握ったおにぎりが食べたいです。あとはまあちょっと気になるのは「千と千尋の神隠し」の千尋のお父さんとお母さんが食べてたお肉たちはちょっと気になりますよね。あと天空の城ラピュタの3分で支度しなみたいな、3分だったっけの時に食べてるお肉、なんかこうあのお肉めっちゃ美味しそう。なんかちょっと言葉にできない、なんだろう、なんか丸いのがこうボン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 ってあって、こうやって噛み切る40秒だった。3分はちょっと長いですね。40秒でした、すみません。いやみんな40秒でくわ、あ30秒の方もいる、どちら、あでも40秒が多いですね。くはー、愛理とひじりがくれたコップが入ってた髪がめっちゃ可愛い、何かに使いたい。
何に使おう。地図みたいな感じですね。かわいい。普通にこう壁に貼るのだけでもかわいいですね。ドライフラワーの隣にこんな感じで、あ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃないですか。あ、国井亮太さん、ハートありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。ノートさん、星ありがとうございます。直吉さん、バラありがとうございます。わあ、みんなありがとうございます。コンタクトレンズはつけたことないです。コンタクトレンズ。国井亮太さん、バラありがとうございます。よいしょ。どうしよう、なんかどうしよういつもどうしようって。普段メガネかけてないです。視力はなんか今は最近全然測ってなくて、最近の視力が全然わからないんですけど、前はめっちゃ普通に良かった。あ、お松さん、栗スペシャルバージョンありがとうございます。なんか学校にいた時は普通に良くて、後ろの席からでもこう黒板見えてたんですけど、最近本当にこう、この間久しぶりに会ったメイクさんの顔が全然ぼやけて分からなかったりしちゃいましたね。福岡で行ってみたい場所は、あ、国亮太さん、花束ありがとうございます。福岡で行ってみたい、糸島まだ行ったことないので、地味に行ってみたいかな。でも福岡ってあとありますか、どっか行った方がいいよというとこ。メガネは持ってないです。りょうさん、ハートありがとうございます。太宰府、あ、太宰府行ったことありますよ、一回前に。2回あるかな、いや1回か、いや2回あるぞ、いや1回か、いやちょっと、え、2回ある。うん、文字工レトロ、あ、文字工はあります、あります、1回ある。でも本当になんか通っただけだったから、ちゃんと行きたいね。エデンさん、かわいい、ありがとうございます。海の中道もあります。ハルタンさんとシモノさんとクルタンとマリアさんとナオさんと行きました。めちゃくちゃ前、2年前とかかな。もう全然コロナとか全然流行ってなくて、なんかもう電車でみんなで行って、なんか海の中道のなんか花、お花を見れる花畑みたいなところあるじゃないですか、そこに行きました。その後グアガムタウリンデキストリンさん、ハートありがとうございます。りょうさん、ハートありがとうございます。ういじょ、どうしよう本当に。あ、でもあと15分か、早いですね、めちゃくちゃ。
長崎、あ、長崎は、長崎、あそこあそこ、佐世保のどこだっけな、なんだっけ、長崎、ハウステンボスだ、ハウステンボスに行ったことあります、家族で。ハウステンボスありますよ。カエクル推しサトシさん、花束ありがとうございます。あ、千畑駅も長崎、あーそうだ、天草とか、海海産物、長崎ちゃんぽん、カステラ、あーめっちゃ、うわー食べてない、ちゃんぽんは食べたのかな、なんかでもそんなに、なんか6年生とか5年生くらいだったんですよね。そうだか、めっちゃ長崎観光というよりかは本当にハウステンボスに行ったっていう感じですかね、車で。あとは山口の山賊に昔中学3年生くらいの時に家族で行きましたね。こうレシートを最初に渡して、でご飯が来るんですけど、呼んでくれるんですよ。山賊のお肉めっちゃ美味しかった。海保健満さん、ハートありがとうございます。宮崎の一太郎さん、タワーありがとうございます。うわ、宮崎の一太郎さん、いつもありがとうございます。宮崎の一太郎さん、タワーありがとうございます。いるかな。あ、おにぎりでめっちゃでかいよね、みんなで分けて食べたわ、懐かしい。ありがとうございます、宮崎の一太郎さん。山賊っていうお店、なんかお店っていうよりかは場所、なんだろう、山賊ってなんて言うんだろう、いやお店かな、お店っていうか場所、なんか2回言ったな。ウィル6番さん、かわいい、ありがとうございます。あ、タモちゃんさん、クマありがとうございます。なんだろう、場所、行ってみたい県は北海道、北海道と沖縄に行ってみたいですね。お店で OK だった。匠18さん、クリありがとうございます。宮崎は朝から大雨で今も雨が続いてる。あ、雨なんですか、やっぱ台風が近づいてきてるんですかね。北海道出身、おお、行ってみたいです。北海道は人生でこう一回は行きたい場所。あ、86さん、ハートありがとうございます。なんか北海道で働いてる友達がめっちゃ北海道今もう寒いって言ってました。昨日おととい寒いって LINE が来た。あとは
こだろうな。もう行ったことある県で言うと、京都とか兵庫とか、でも京都かな。なんかこう昔のこういろんなものが、建物がある場所に行きたいから京都かな。京都も一回行きたいかな。関西は結構こういろんな場所に行ったんですけど、行きたい県はあるかなと。そうですね、広島にやっぱおばあちゃんいるから、また広島には行きたいですね。あ、京都の水族館、京都の水族館は行ったことあります、一度。あと京都の漫画ミュージアムも行ったことあるから、生きてる間に47都道府県行きたいと思う？でも行ってみたいですね。あと行ったことないのが、なんかこうバスとかでこう通るとかはあるかもしれないですけど、ちゃんとこう観光として行ったり、こう大会の場所として行ったり、そこに一日こう居座るってなると、だいぶなかったかな、ないんだろうなって思うんで、東北とかも全然行ったことないので行きたいですね。和夫さん、ハートありがとうございます。ひろたんさん、だるまありがとうございます。よしよしさん、ハートありがとうございます。ご当地グルメ、今はめっちゃ食べたいって思うんですけど、前って言っても本当にここ数年はずっと福岡にいるじゃないですか。あ、でも九州ツアーの時とかはケータリングにこういろんな県のなんか美味しいものを用意していただいたりとかをしてたんですけど、こう今まで自分のプライベートで行ってた場所っていうのは大会とかが多かったから、その産地のものを食べるっていうよりかは本当大会しに行くって感じだったから、全然なかったかな、そういうのが。サービスエリアとかでもお弁当食べたりとか しちゃってたかな。ひろたんさん、だるまありがとうございます。どこがいいかな、おすすめですかね。海外行ったことないですね。海保健マンさん、ハートありがとうございます。北海道行ったら、とにかく美味しいものをたくさん食べたいです。わあ、イタリア行きたいな、私も。あ、間違えた。ひろたんさん、だるまありがとうございます。海鮮丼、うわいいですね。フランス、スペイン、オーストリア、うわいいな。明日17日二十歳の誕生日。クリリンさん、おめでとうございます。二十歳同い年ですね。おめでとう、クリリンさん。明日かでもおめでとうございます。ひろたんさん、だるま500個ありがとうございます。あ、ハワイ行きたいな。グアムとか行ってみたいです。あ、みんなおめでとうとしてる。おめでとうございます、成人。おお、おめでとう。おお、クリリンさん、おめでとうございます。おお、めっちゃ平和ですね。おめでとう、おめでとう。いるかな、まだ見てる。
か。おめでとうございます。今日のアメトーク、かまいたちさん。そうなんですよ、漫画のやつですよね。国井亮太さん、アイスありがとうございます。台湾行ってみたいな。台湾に行きたいですね。私あの千と千尋が好きだから、やっぱりそのいろいろモデルになった場所にはこう死ぬまでに絶対回りたいと思ってるんですよ。なんか愛媛の道後温泉とか行きたいです。旅行はなんかこうなんて言うんだ、見るのは好きなんですけど、まだ行ったことなくて、旅行あんまり。家族旅行とか結構あって、それは好きなんですけど、多分旅行は好きなんですけど、でも全然行ったことないです。いや、わかる。めっちゃジブリに影響されてる自分が、わかる。あ、24分だ。わあ、どうしよう。なんか意外と1時間が早すぎて焦る。でも9時半ですもんね。なんかめっちゃ1時間って早いですよね。どうする、どうしよう。早なんかでもどうしよう。店長スノボ、いいかな、まだまだっていつになったらいいんだよって感じなんですけど、なんか絶対に不得意だろうなって思うんですよ、スノボとか。だからいいかなって思っちゃう。か、見るのはめっちゃかっこよくて好きなんですけど、自分がやるってなるとそれよりなんかバスケしたいかな。あ、山に登りたくて、なんか昔小学校6年生の時にこう学校のこう集まれるメンバーで本当に6人くらいだったんですけど、なんか冬の雪の山道を登るみたいのがあって、多分安全なとこだったんですけど、車でここまで行ってこっから登るみたいなのになってて、で結構みんな準備万端で行ったんですけど、思いのほかめっちゃ雪で、車がもうなんか滑っちゃったりして、で危険だってなって引き返してきて、午前中に行って午後に帰ってくるっていうのやって、なんかすごいなんかどこにも行かない感じで帰ってきたことがあって、滑るって言うともなんかチューンとかツルンって感じじゃなくて、こうなんか運転しててなんかちょっとツルみたいな感じでなんか言葉がなんかあれだったんですけど、もうなんかそこの時点で危険だって先生が言って、で降りていきましたね。めっちゃあったかい服装で行ったりしたんですけど、なんか危険だってなって、キャンプしたいですね。お松さん、ハートありがとうございます。いいですね。なるちゃん、だるまありがとうございます。登山やりたいな。あんまり
詳しくないし、その何もグッズを持ってないので、もうちょっと大人になってからいろいろ揃えてちゃんとした登山もしてみたいし、軽く行けるこうなんか自然な場所にも行ってみたい。リュックとかだけで全然こう何も杖とかもいらない、こう全然素人でも行けるようなところにも行ってみたい。どっちもいいですね。バーベキューは好きですよ。りょうさん、ハートありがとうございます。いいね。どうしよう、本当になんかダメだ、コメント読まない。海に潜ってみたいですか？海はそんなにいいかな。なんかあんまり苦手なんですよね、プールとか海潜ることが怖いって感じてしまって、富士山は行ったことあります。ありますよ。富士山は何丁目、3丁目まで車で行ったことあるかな。それこそ大会の時とかなんですけど、私全然泳げないです。なんか本当に怖くて、こう授業とかも泳げない組でしたね。映画のロケ地行きたい場所はサウンドオブミュージックのサウンドオブミュージックの、みんなが住んでたところが今ホテルになってるんですよ。そこにもう絶対行きたいです。でもなんか正直自分一人では多分無理だから、もう親、お父さんがすごいサウンドオブミュージック好きなので、お父さんといつか行きたいなって思ってます。よいしょ。なんか泳げない組で頑張ってましたね。エーデルワイス、エーデルワイス本当にいい曲だ。音楽で一回やったんですよね、小学校4年生か5年生くらいの時にやったんですけど、みんなはこう普通にこう教科書のまま歌ってて、でなんか私がもうサウンドオブミュージックその当時も好きすぎて、で2人1組で歌ったんですけど、こうエーデルワイスってサビのところを追いかけるじゃないですか、サビっていうか追っかけるところをやったら、先生はなんかいいねみたいな、自分たちでそういうのを考えてこう映画の真似をして取り入れるのはいいねって言われたんですけど、めっちゃ友達から惹かれて笑われましたね。教科書通りやらないとやっぱり笑われる時代ですよね、小学生とかって。今は分かんないけど、北さん、だるまありがとうございます。あ、リコーダーもやった、エーデルワイス懐かしい。あ、メリーポピンズは曲で踊ったことあるんですけど、めっちゃちっちゃい時、幼稚園くらいの時にバトンでやったんですけど、スパカリファジリセスピアリドーシ、でも見たことないです。見たことあるのかな、ちっちゃくて覚えてないのか、本当に見たことないのか、多分見たことないです。ジブリの新作はまだ見てないです。早く見たいんですけどね。こんばんは。何時まで？なあ、もう半だから終わろう。終わります。ね、終わんないとね。私いつもなんか結局こうやっていっぱい喋っちゃうね。
ちょっと延長2分延長。え、誕生日ですお祝いした前ってしおさん誕生日おめでとうございます。本当とか言ってないですね。え、おめでとうございます。明日誕生日のクリリンさんと今日誕生日のしおさん、しおさんおめでとうございます。おめでてぃ。毎日が誰かの誕生日。お祝いします、ハッピーバースデー。お羊なんだ、獅子座に乙女座天秤座。仲のいい友達、あ、誰が近い、誰だろう、誕生日近い、誰かな。あ、芦田愛菜ちゃんの、そう、芦田愛菜さんの歌なんです。すごい、わかった。私が生まれたその時も優しく微笑む人がいた。めっちゃ好きな歌、可愛くて。しおさんおめでとうございます。ぽにょぽにょぽにょ魚の子、青い海からやでで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 、ちっちゃい時踊ったんですこれ。あの子と何だっけ、喋るとだっけ、パーパクラダダダダダ、あのなんだっけ、もう歌詞が全然出てこない。マカカポニョポニョカモモコ、おまつさんハートありがとうございます。マルも踊れる、完璧。マルモリモリなのでみよ、つるつるてかてか、明日も晴れるかな。ふわふわ、大きくなったらお空に声が届くかな。めっちゃもう全部踊れます。お星様綺麗だね、手をつないで、あの小学生の時にバトンでやったんです。最後にあとはもう芦田愛菜さんの歌がめっちゃ好きで、指切りしようっていうやつも踊れますよ。懐かしい。発表会のなんか一番最後にやる、みんなでやる曲みたいなのでやりました。うわー、窓に寄せた泣き顔、光る雨粒、懐かしい、めっちゃ好きだわ。雨に願いよだけ、1、2の3、4でごま塩さ、たくさんだと美味しいね。
かしい。ホームラン愛がいっぱい、ランドセル、ランドセルや背負ってた時に踊ってたのに、もう二十歳だなんて早い。バナパナじいさん、ハートありがとうございます。リバー、もうなんかこっからがね全然出てこないです。ボルーバシオこの道を歩け、リバーリバーリバー乗されるリバー、わぁやばいな、迷いを捨てるな、根性見せろよ、やめろな、今すぐ一歩踏み出せよ。ででででででで、あ、間違えた。でで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 で、で前へ前へ、まっすぐ進め。でも本当にいつがあれば、もう結構前ですよね、体がもう染みつかない。似てるよ、あ、違う方踊ってた。りょうさん、ハートありがとうございます。ハート500ありがとうございます。こんばんは。どうしよう、どうやって終わろう。こんばんはもうこんばんはって言ったらもうなんか今始まるみたいになっちゃいますよ。どうする、もう1時間経っちゃった。北さん、花束ありがとうございます。あー、カラオケ、あーいいですね。もうバスッと切る。じゃあ今から無言で切りますね。じゃあさよならって感じで最悪。じゃあさよなら、ありがとうございました、また明日、バイバイって感じで こんばんは。めっちゃ感じ悪い人それな来た時は、配信始めた時はこんばんはって言ってるのに、じゃあ最後、あ、ありがとうございましたって感じ最後になる態度が、コントでなんかありそうですね。ないか、ないですね、すいません。じゃあもう何曲かだけ歌って終わろう今から流れをつけよう。なんか歌って、じゃあランキングを読みますで、ランキングを読んで、こうなんかパッて思い出した話をこう今みたいにやっちゃうと多分こうどんどん長くなっていっちゃうから、こうあーって歌って、はい、じゃあランキング読みますって言って、ランキングを読んで、でこう誕生日の人おめでとうございますってして、終わらへん、そうしやん、そうしようよ。うんうん、何曲、何曲だ、こういう時はまあ1曲か2曲くらい。歌いながらランキング、めっちゃ器用やな。歌いながらランキング読んだらもう流れが変わってしまうから、なんかでもフルを歌える曲が、エーデルワイスここに来てエーデルワイス。
もスイカベイビー、なるほど、昨日歌っちゃった。うん、どうしよう どうしよう、マジで本当にダメだ。はあ、急げ急げ。ふう、すみません。こういうね、時間に面白い話さえできないんです。あ、今はなんかちょっとこう、なんかここら辺にカメラがあって、なんか見つめ合いみたいだってよく言われるのがちょっとなんか恥ずいので、あんま見つめ合ってない感じにしてます。でもなんか、なんかどうしよう やばいですね、私長いですね、すいません。一曲はね、決まってるんですけど、もう一曲が全然決まってない。はあ、難しいですね。あ、これは？これにしよう。こうシックな感じで。だろう、こっちの方を見ないまま
こえないふりしていた。恋はよそのガイドストーリー、全てがサプライズ。二人いつの間にか惹かれて、気づいた時には人前でのこんなキスしてた。こんな裏切られるものなのか、ファーストインプレッション、オセロで変わるように負けたよ。世界の誰よりも今君にゾコゾコ知り顔して僕たちを冷やかす。なぜ知れば知るほどに余計にどんどん好きになるんだ。一度だって君のそばを離れたくないよ。相性が良すぎるかな。隠ししたゲーム、手探りし合うだけ。操作勝ち負けさえわからず、思い出したように一日何回もキスをしてる。それは二人の会話なんだ。当たり前になるよ。このまま一生分愛そう。まさかの解散。もう僕は君の虜、逃げられない。先のことなんか考えたってしょうがない。何を予想してみたとこで、どうせ転がるだい。恋は予想外のストーリー。二人いつの間にか惹かれて、気づいた時には人前でのこんなキスしてた。こんな裏切られるものなのか、ファーストインプレッション、オセロが変わるように負けたよ。なるほど、大好きな人歌えるかな。めっちゃ久しぶりですね。歌ってみよう。でもサビがちょっと高いから歌えるかわからない。うわ懐かしい。でも歌えるかも。
できるよ。突然さよなら、僕から告げたのはどこか見らんげな背中を押したくて、大好きな人止まらない。いつか君が話してくれた夢の続き、気になっていたキラキラしたあの眼差しを、この街出てもずっと忘れるな。そう、大好きだから、ここで見送ろう。どんな悲しみよりも愛は夢が叶う、それだけで涙が報われる。ずっと心が切なくて、でも大好きだから、無理に微笑む。どんな悲しみよりも愛は強いんだ。めっちゃサナって感じする。サナだな。ラストにします。最後の歌にします。
しいくらい鮮やかな真っ青な海と荒れた空も太陽から逃げられない、いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね、君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり読めないピエロたちがスイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さあその前に片付けようか、悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる、目隠しされた僕勝負ですね。はい、こっからが勝負です。ランキングを読みたいと思います。いてっ、すごいなんかこれがドーンって言っちゃった。ランキングをね、読みたいと思います。いてっ、はい、ランキングを読みます。いきます。1位、宮崎の一太郎さん。宮崎の一太郎さん、ありがとうございます。あのタワーもありがとうございました。いつもありがとうございます。2位はお松さん、ありがとうございます。3位、しおさん、ありがとうございます。4位、グアガムタウリンデスキストリンさん、ありがとうございます。5位、りょうさん、楽しかったよ。
イニーありがとうございます。イニー6位国井亮太さんありがとうございます。7位元気さんありがとうございます。8位ともっちさんありがとうございます。9位ひろとんさんありがとうございます。10位かいほっけいまんさんありがとうございます。11位かずおさんありがとうございます。12位たくみ18さんありがとうございます。13位八六さんありがとうございます。ラッキーピーポーはしおさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。お誕生日ですのでね、誕生日おめでとうございます。しおさんおめでとうございます。感謝、おお、おめでてー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 、すいません、おめでとうございます。しおさんおめでとうございます。めっちゃ言うやん。はい、じゃあ終わりましょうかね。はい、終わります。じゃあ10時5分なので、メールもね送るので終わります。じゃあ今日も配信もう本当に2時間1時間半やってしまったんですけど、遅くまですいません、ありがとうございました。6482人の方が見てくださってすいません、ありがとうございました。明日も金曜日仕事とかあると思うんで、皆さん頑張ってください。バイバーイ。しおさんおめでとうございます。最後にいつまでに今日お誕生日の方とか明日お誕生日の方もおめでとうございます。フォローしますね。だってありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。またいつかお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。遅くまで。バイバイ。バイ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 。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。